検証寺は大阪府八尾市旧宝寺にある浄土新州本願寺派の寺院。三号は地下松山。旧宝寺五坊とも言う。かつて周囲に寺内町を形成し、現在もその町並みをとどめている。伝承によれば、旧宝寺の地名は、飛鳥時代に聖徳太子が旧宝寺を当地に創建したことに由来する。賢章寺西側の元朝神社境内には、 大使創建を伝える旧法時間の委員があったが、明治の神仏分離で廃絶した。文明元年、本願寺発生保守連ュは、大見国近松に検証寺を創建し、はじめは、長南巡、女、その死後は六南連巡に従事させた。これは、後の本願寺、近松別院となり、次号は後に、旧法寺五房検証寺に引き継がれた。そのため、戦前まで、 近松別院は旧法寺村の賢称寺が法要を務めていた。文明2年、蓮女は河内国渋川郡を訪れて布教活動を始めた。当初は旧法寺にあった地願寺を本拠としたが、明王年間、旧法寺跡に西正寺を建立した。この時、近くにある旧法寺城主の安井氏は、地域住民が一行を胸に組みするのを見計らい、 地域支配を維持するために創建に協力している。連入の十一難の実順を十字とし、ここを河内一行胸の中心道場とした。しかし実順は、永正十五年、二十五歳で没しその後を継いだこの実心を、協力二年に十三歳で創生したため、大見憲正寺から連順を迎え、その時に憲承寺と事後を改めた。 戦国時代に入ると、戦乱を防ぎ、門との団結を図るため、天文10年頃に謙承寺を中心に周囲に二重の堀と土塀を巡らし、その内側に5番目に道を巡らした寺内町を作った。寺内町では謙承寺が一切の支配権を持ち、安井氏がこの権利を任されていた。また、本願寺内での連順の地位の高さもあって、 片野ノ群将大や石川郡大月下といった河地国の他の寺内町も統括するようになった。安土桃山時代になると石山合戦の際に賢章寺は講和派、地ネガ寺は高専派に分かれ激しい対立関係に発展した。その後の本願寺東西分裂の際も賢章寺は西本願寺、地ネガ寺は東本願寺に属した。慶長11年。 県省寺と安井氏の支配にことを唱える寺願寺と森本幾地から17名の住人は旧法寺寺内町を出て旧大和川の本流にあたる現在の長瀬川の東岸和会群八尾の荒れ地を開墾し八尾五坊を中心に八尾寺内町を作った。慶長19年から元長年にかけて徳川家康と豊臣秀頼が衝突した大阪冬の陣。 大阪夏の陣において、この地域は、主戦場の一つとなり、辺りは焼き払われ、焼け野原になった。現在の本堂には、江戸時代中期、聖徳六年の胸札があり、この年再建されたものとわかる。江戸時代前半頃には、八尾街道の中継地として栄えたが、宝永元年の山和川付け替えを境に、地域の中心は旧宝寺村から、寺内村に移っていった。 2019年に建造物9棟が不指定文化財となった。おもてもん、ありがとうございます。